と身近に、もっと遠くへ。日本と海外を結ぶパートナーは現地にいる。あなたの挑戦をサポートする J-Force。 香港の小倉です。香港も12月に入り、活気があふれる季節となりました。街中にはきらびやかなクリスマスの装飾が施され、記念撮影の人々の賑わいを見せています。本日はそんなチムシャーツイ地区のイルミネーションにスポットを当ててご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。香港チムシャーツイ地区のイルミネーションで一番最初に思いつくのが1881ヘリテージです。昔海上警察だった建物を改装して作られたショッピングモールを含む複合施設となります。ご覧の通り、11月中旬までは公開されておらず、謎のベールに包まれていましたが、現在は晴れて公開中となっています。ご覧の通り、中央に大きなクリスマスツリーが飾られており、気品のある輝きを放っています。またその後ろには白く浮かび上がるコロニアル調の建物があり、現在はオールスイートタイプの高級ホテルとなっていますが、こちらとのコントラストが人気の秘密となっています。続いてお隣の香港を代表するホテル、ペニンシュラホテルのライトアップをご覧いただきます。こちらも毎シーズンエレガントなイルミネーションを楽しませてくれることで有名です。今回はヨーロッパ高級ブランドとのコラボレーションにより、白と黒の真珠をモチーフとした大人の気品漂う装飾となっておりました。続きまして、チムシャーツイの中でもひときわ人通りが多く華やかなハーバーシティのイルミネーションとなります。毎年大人から子供まで家族で楽しめるイルミネーションが人気となっています。スターフェリー乗り場の広場前に飾られたクリスマスツリーは、今回は特に大きく、通路の半分以上を占める大きさとなっていました。目抜き通りにも大小様々なツリーが飾られ、早くも多くの人々が撮影を楽しんでおられました。はい、またまた1881ヘリテージに戻ってまいりましたが、今回は少し先ほどとは場所が異なります。こちらは3階のテラス部分となりまして、白いメインビルディングとつながっているフロアの海側にせり出した通路となっています。ここまで来ると撮影客はぐっと減る感じで、ゆっくりと撮影をされたい方には穴場的なスポットになっております。こちらのメインビルディングの中にはイギリス風のバーやイタリアンレストランも入っていますので、イルミネーションを堪能しつつ立ち寄られるのも良いかもしれません。いかがでしたでしょうか。毎年恒例のクリスマスイルミネーション、香港へお越しいただけない方々へ雰囲気だけでも感じていただければ幸いです。それでは素晴らしいクリスマスをお迎えください。